成果が出る努力、具体的に何をやる系のヒントを分かりやすく解説する社長の大学、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。努力をしろと言いますが、努力とは具体的に何をやればいいのでしょうか。今回は努力する方法を分かりやすく解説します。最近努力という言葉を聞かなくなったような気もします。いつの時代も努力をしている人はしているし、努力をしていない人はしていません。人間には2種類いるのかもしれません。ネットで検索すると努力とは目標を実現するために心や身体を使って努めることと書いてあります。まあ、まずはですね、目標が必要ということになります。また努力にまつわる有名な言葉はたくさんあります。おそらく一番有名なのはアメリカの発明家トーマス・エジソンの天才とは 1% の直感と 99% の努力であるというものでしょう。日本の英文学者である斉藤義文さんによれば、日本人は長い間勤勉に価値を見出してきた歴史がある。だが現代日本ではそうした美徳は失われようとしている。一口に努力と言っても、方向の間違った努力というのは虚しい結果に終わることが多いので、結果として挫折感に苛まされてしまう若者は多い。現代では努力に価値を見出せなくなった者たちが、労をせず功を得ようなどとするものだから、それが様々な社会問題を引き起こしてしまっていると解説しています。また全ての努力が報われるとは限らないが、後世に名を残した人、偉人と呼ばれる人の人生を調べると、様々な努力を積み重ねていることがわかると言います。そして努力はすぐに実るとは限らないにしても、人生を通じてみれば、様々な形で報われていると、先ほどの斉藤義文さんは解説しています。私の見解は努力をしなければ目標を達成できないことだけは確かだということです。ですが、努力をしたからといって目標を達成できるとは限りません。こういったケースでは努力が足りないとか、成功するまでやり続けることが大切という一言で片付けられることが多いような気がしています。また、努力はがむしゃらに行動するものではなく、PDCA サイクルを回すことだと私は思っています。ここポイントです。でなければ何も考えずに長時間行動をするだけになってしまいます。何も考えないのは簡単でいいんですが、これはですね、成果が出にくい原因になります。そこで重要なのがこの PDCA サイクルです。これが成果が出る努力をする方法のまず一番目となります。PDCA とは計画、実行、評価、改善のこのサイクル、これをぐるぐるぐるっと回すこと。これならば科学的に努力をすることが可能だということです。そして成果が出る努力する方法でもう一つ重要なことは継続するということです。目標の大小にもよりますが、継続なくして一回努力しただけでうまくいくことはありません。このようなことはほとんどの人が分かってはいますが、継続できないんです。理屈は簡単です。決めた行動を毎日続ければいいだけなんですが、それはですね、それが難しいってことなんですね。後世に名を残した人、偉人と呼ばれる人は努力をすることはもちろんのこと、努力を継続した人であったということなんです。ですから、努力と継続はこれも込み込みでセットってことなんです。さて、努力を継続する方法ですが、まずは目標を細分化します。例えば、既存顧客を毎月100人訪問するという、営業担当者の目標があったとします。これではあまりにも漠然としています。ですから、毎日4人の既存顧客を訪問することにします。毎日4人であれば、現実的な数字なので、達成しやすく、継続しやすくなります。2番目は、この目標を公言して、上司とか同僚に毎日報告するということ。報告という業務が加わることにより、継続しなければいけないというですね、意識が高まります。で、3番目。これは毎日4人の既存顧客を訪問できなかった場合どうするか、リカバリーの方法を考えておくということです。例えば今日は3人しか訪問できなかったとします。このような場合、明日5人訪問することで不足分をカバーするとか、
ルールを明確にしておきます。そうでないとできなくてもいいということになり、努力を継続するというモチベーションがなし崩し的に低くなってしまいます。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。